菅が国会で暗礁に乗り上げ、安倍から国会対策のコツを伝えておきなさい。官僚の言う通りにすること、これが全てなんで、イース。まず、官僚の文章の読み上げで、読み間違いが多いんです。だから、漢字には、全ての漢字に読み仮名をつけてもらうんです。なるほど。次に、マスコミの批判が一体痛いから。マスコミには、姉と無事、なん、でイース。マスコミを、寿司に連れて、行きなさーい、トロが、だからトロを食わせるんです。マスコミが牙を向かないようにマスコミの行動を監視させるんです。秘密警察をすごく増やしたので秘密警察に履行させるんです。お湯とか生活保護を求める政治家にいつでもマスコミを脅す文章を発表させるんです。マスコミはすぐにツンツン縮み上がります。なるほど。Yeah.